えっと、もうすぐ25歳で通信制大学卒職務経験1年、スキルは通関士保有、英語ビジネスレベル、貿易実務などもろもろです。20歳後半に差し替える年齢にビップレンってます。これから一年でこれだけはしとけってアドバイスは何でも言いなんでください。えっと、25歳で通関士持ってて、あの貿易実務ちゃんとやってて、まあそれなりに英語喋れるんだったら大丈夫です。あの、すごく心配性の人だと思うんですよね。で、 あの、世の中って何にも心配しないでダラダラ楽しく過ごしてる人いますと。で、あの、これだけ心配してる人であれば、なんかやばくなったらちゃんと努力をして必要な仕事をしたりとか、必要な資格を取ってると思うので、あの、心配しすぎだと思います。はい。なので、あの、あ,あなたは大丈夫ですよ。はい。なので、あの、優秀な人ほど心配性な人多いんですよね。まあ、心配性だから優秀なのかもしれないですけど。 あの僕記憶力悪いという話を何回かしたと思うんですけどであの記憶が始まった年齢も遅いんですよね僕幼稚園の時の記憶ってほとんどないんですよであのまあうちの彼女というか奥さんとかって割とその記憶早いんですよねなんか2歳とかの記憶があるみたいなことですけどであの 統計的な話なんですけど、その子供って衝撃を受けると記憶が始まるんですよ。例えば、蛇に噛まれたりすると、蛇やべえっつって、蛇を覚えるんですよ。で、犬に噛まれたりすると、犬やべえっつって、要は何か自分の生命に危険があった時に記憶をしなければならないっていう自己防衛がスタートするんですよ。で、自己防衛がスタートした時に記憶が始まるんですよね。 要はこれは覚えてやらないと死んじゃうと。なので同じ事態は避けたいっていうのがあって、記憶っていうのはその自分の生命の危険を感じるような時が早ければ早いほど記憶が始まるのが早いんですよ。で 僕、まあ、その、大東京、北川株胸出身なので、残念ながら、その庶民の皆さんとは違って、それなりにあの、恵まれた生活をしてきたんですよ。なので、その、記憶をして、その自身を守らなきゃいけないっていうことがあんまりなかったんですよね。なので、あの、まあ、記憶が始まるのも遅いし、で、僕、記憶力未だに悪いんですよ。その、まあ、北川株胸出身ですよっていうと、まあ、あの、それなりに良くしてもらえるので、 そのなんか、板橋区出身ですとか、足立区出身ですっていうと、あの、追い返されたりする方でも、北川赤羽ですっていうと、まああの、あ赤羽の方だったらどうどうぞみたいな感じで、割とどこ行ってもあの、優遇されるんですよね、北川赤羽なんで。なので、その、北川赤羽に住んでると、そんなになんか記憶力とかなくても困ることないんですよね。で、その、北川赤羽だと周り基本的にみんな裕福な人なので、あの、騙したり騙されたりってあんまりないんですよ。 でも、そのなんか、あた、あとかだったり、その葛飾区とかだったりすると、やっぱりそのお金のない方がいらっしゃって、そのなんか人を騙してお金を取ったりとか、物を盗んだりっていうのがあると思うんですよね。なので、そういう感じで、その赤羽じゃない方っていうのは、割とどこかでその記憶力っていうのをちゃんとつけて、こういう人は信用できないとか、あの、いや、騙されないようにしようみたいなのが必要になってくると思うんですよ。なので、ちょっと僕、その赤羽なんで、そういうのがちょっとあの、身につかなかったんですけど、はい、すいません。